ポエの反応からアイラはほぼ人間でない。もうズバッと言い切ってる。アイラさんが人間じゃないのか、あとウイルスに感染しているのかの二択かな。本人に確認したくちゃ。よし、やってみよう。ここ最近記憶が抜け落ちたりするようなことってアイラさんにはあったかな。いいえ、アイラの記憶元いデータは刻一刻と鮮明細明細かな日記記されております。そうです。データって言うかな。お前キャラ好きにしてもすごいきっちりしてきてるんな。お前それはどういうそのままのことです。なんだろう、後頭部貯金箱のもう これに入れるところみたいな感じでさ、デートのメモリーカードを刺すところとかあるんかな。それでここ最近で曲の欠如とか見られていません。それって目を開けてない時とか、例えば寝てる間とかも。はい、全て記憶されます。そうなんだ、一応そう言ってくれるかな。そういう言い方する人間逆におらんだろうが。お前、はい、欠如ね。もしかしてさ、紙袋かぶってるのってさ、もしかして後頭部にそのメモリーカードを刺すところがあって、それを隠すためとかそういうんじゃないだろうね。で、アイラさんの顔にかぶってる紙袋だけど、はい、その通り、前の通り、アイラ顔を出すのは恥ずかしいです。その理由って言える？はい、アイラ表情がないです。表情がない。あ、人造人間と作られた時に感情を与えられてないとか。表情を与えられてない。それにポエテさんに言われたので、アイラは紙袋をかぶっているのです。なんでポエテがそういう指示を出すんだ。ポエテ、もしかして顔を見てなんかすごいビビったのかな。アイラさんの素顔をそんなにビビるような顔なのかな。能面的なやつかな。はい、表情がないのは誰かのせい？生まれつき？多分お父さんのせいです。なんだ、お父さんのせいって。作った博士的な人が感情をつけ忘れたみたいな、そこまでは作れませんでしたみたいな感じだったのか。そっか、一応付け加えてもらえるかな。はい。複雑、確かに複雑な事情だな。お前、まだちょっと突っ込むところではないか。こうやっていつ使うかな。ほぼポリテは人間だと言うけど嘘っぽいよねみたいな感じのこと言う。そんなことないだろうな。話を聞こう。それはアイラちゃんが何かしらの事情を抱えてるってことでいいんだよね。はい、アイラは訳ありです。スパッと言うね君。そう、訳ありとかスパッと言うね。その訳がさ、俺には君が人造人間だとかそういうことでしか捉えてくるような感じなんだけど、それはアイラさんが普通ではないことを自分で認めてることになるけど。ちょっと思考回路がテンパってるじゃないか。お前、多分言っちゃった。多分なのかい。あまり曖昧にならないようにもう少しはっきりとアイラさんの口から聞きたいんだけど、アイラさんは人間かな。はい、アイラは人間です。わかった、アイラさんの口からちゃんと聞いてよかったよ。人間か、本当かよ。それでスパッと人間だと信じれるか。お前ふざけんな。けどさ、ポジティの反応から人間っぽくないっていう感じなんだけど、ごめんなさい。ポテテさんに言われたって、そのポテテがさ、このアイラは人間じゃないみたいな、人間みたいな嘘、ちゃうんか。多分言っちゃってるな。あ、ここだった。でもポテテさんからはアイラさんが人間ではないというような発言を聞きました。ちょっとカマかけてきた。なんだと。ですよね。いや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 、アイラは人間。
ポエセンが言う予想を言ってのなら言ってもいいことですね。はい、アイラは人間じゃありません。わー、乗っかってきた。自分では何も考えられないやつだった。ふぅ、じゃあアイラさんは立花アイラ。うん、そう、アイラ。心はあります。アンドロイドです。アンドロイドだったんじゃ。あと思いのふかめっちゃ声が可愛いっていうことでビビった。え、ロボット娘。おちょー、そっか、だから人間以上の力を持っているし、そのジェットエンジンの靴にも耐えられたんだ。あ、確かに。よく考えたらさ、物理法則的に考えたらジェットエンジンとか耐えたら人間の方の体が耐えられんよな。よく考えたらそうだよな。でもそう考えたらさ、このメイタウンでコナンのさ、あのスケートボードだってさ、小学生の子供が耐えれるわけないんやけどな。なんだ、話が止まってるけど解決したのか。おい、こっちの話は止まってねえだろうが。てめえ、六発も殴りやがって、絶対わざとだろ。すげえな、夏江くん。君の顔は、な、アキラくんの手を吸い込む吸引器か何かかい、ダイソーなのかい。いや、お前が尺に突っ立ってるからだろう。お前の視界が普通の人間より劣ってるんだろう。ああ。喧嘩してる場合じゃないですよ。他の方々は皆さん気絶させましたけど、まだ次いつ来るかわからないですから。そうだぞ、お前らガンダム無双みたいにわらわらわら歩いてくるんだぞ、お前。この場所狭いですますし、向こうも行き止まりですので、入り口を塞がれてはデンデルスです。あ、次できちゃったな、トバリさん。普通にできちゃったけど、次できちゃったの、あんた。空気もあまり良くありませんし、ふむ、なかなかタバコ臭い。ふっくりに匂いがついてしまいますわね。タバコの匂いはしつこいですからね。このお姉さん、どなたですか？え？いや、ついてきてるだろみたいな感じで腹立たしてる。そりゃそうだよな。普通に会話に参加してきた、この人。普通に会話に参加してきてるんですよ。あら、失礼、初見の方が。私、トバリと申します。そして、ハッカとか、なんとか言うやつだろ。ハッカーですわ。いえ、あまり心よくない故障なのですが。ハッカー様が直々に何のようだ。 あら、怖い。目的なんて分かっているでしょうに。何ですか？もしかしてトマリさん、ナーシュ君のことを一目惚れしたんですか？わかりました、僕は女の人大好きですので。あれ、ノミはお前もおったか。ブラマイテやった。ビット脳のやつらは操りやすくていいや。ふふ、自分だってここに住んでいらしたのに、面白い冗談ですので。俺はここの奴らとは敵が違うんだよ。いいからやることやってくれよ。ええ、それでは、この辺りで失礼しましょうか。待って！どうした、メサネちゃん。さっきまで考え事してたのに、いきなり。え、メサネちゃん、うわあ！どうした？おい、さっきより増えてんじゃねえか。ガンダム無双。ガンダム無双来ました。うわぁ、だる。せんだよ！昼寝できねえだろうが！来たーボス！キュウリ、あ、間違えた、リュウリさん！ひぃー！なんという迫力。ふぅ、ふぅ、だいだ、おい。尻尾を踏むなぁ。あ、ポエテ、お前、尻尾を踏みそうな高さにないだろう、お前の尻尾。ふむ、ナミヤくん。この方も良さそうですね。お願いしますよ。おう。わあ。ハッキングされて、アポヤさせたらいけないやつをハッキングさせられちゃったよ。おい、これやべえんじゃねえの。あいつ操られたら誰が止められるのか。無理だな。めっちゃ笑顔で言ってるやん、お前。バンディキュース、お茶の水。パン食いてせえだろ、変な音流してんじゃねえ。なこいつ、ウイルスが効いてねえぞ。ちゃんとやってんのか。ふむ、確かに全ての回線を切断したのですが。そうですね。なんてこった、脳筋だったらウイルスかは効かないのか。彼は本能で動いているタイプ。言い換えれば頭が空白のバカ者、
それゆえ書き換えるためのデータがないということでしょうか。なんだそれ何そのハッキングの弱点もこういう単純なことだったのですね。他の方々のように自ら違法アプリに手を出すような方ならもう少しやすやすかったのですが、というよりもアプリから勝手に、感染しますしね。ビット以下のユタクソ野郎ってこったな。まあ他ので足止めには何だろう。帰るぜ。それでお嬢さんはいつその手を離していただけるのでしょうか。お話を伺えるまでです。なるほど、手錠さばきから見事なものですわね。いいでしょう、あちらに行きましょう。ちょっと待って、ナラシ君も連れて行ってあげて。女の人二人で囲まれて話を聞くのってナラシ君大好きなんだ。それではこちらはご挨拶も兼ねてお土産ですわ、失礼いたします。お土産なんだ、お土産って。わーですよね。ウイルスで何の騒ぎだこりゃ。なんかしたのかてめえら。何もウイルスとか何とか言ってたけど、あれじゃね、あの違法アプリどうだろう、同じじゃねえの。おう、そうか、なら俺がお気を据えてやんないとな。あえへへ、そのウイルス倒せるのお前だけなんだろう。そっちは多分ほとんどリュウニーが何とかやるから、お前はそっちを頼むぞ。ありがとう。このウイルス前とはまた違った仕組みになっている。少し違った方法も入れなきゃ。わ、おおなってます。ナーシ君、おおなってますよ、これ、コマンドが。CZCX 右。ZZC 右 X。X 右 C 右 Z。ZC これが。XZCXZ。多いな、文字。多いな、文字。XZZ、XZ、XZ、XZ。Z、 何これ、これ前なかったよこれ、前なかったよこれ、おい前なかったこれ、説明ないぞお前、適当に教えていいのか。これ芸人漫才の時にやる時にはそういうやつか。おい、やったー、マックだった。よし、ふう、最後のやつ3つだったらもしかして失敗とかなんてゲームオーバーとかならんかっただろうな。大丈夫か、もう終わってんの。こっちはそうだけど、あれそっちも結構数がいたと思うんだけど。よえよえ、寝起きの運動にもならやしねえな。ああ寝るか。ああここ最近本当ろくなことがねえな。帰る。これが非日常、大変スリリング。おお楽しんでるな、みずむちゃん。僕も遅くなるとお母さんに心配するので失礼しますね。カリア君、早く帰って謝らないと。配達何やってたの、ハリアみたいな感じでお尻ペンペンされるぞ。帰り道上気をつけてね。あとお尻ペンペンされるときは俺も呼んでね。俺も最大から。ああおう、ああなら俺も帰るかな。アースンたち戻らねえと。ああ会いたく君友達になろう。ほら前に結局慣れなかったし。別にいいんだけどよ、なんかお前気味が悪いんだよな。気味は悪がられてる。気味の悪さだな。どっちかって言ったら秋高くんの方が上だと思うのに。俺は生まれた時から気持ち悪いけど。まあいいや、フレンドは大丈夫なんだっけ。ほらよ、やったぜ、とうとう秋高くんとも友達だ。やったー、この理論で言った友達との友達は気が合えば友達っていう理論でね、アイラ君の友達がどんどん俺の友達でもあるようになってくるんだよ。喜べ、これでお前も俺たちの仲間だぜ。まあそんな声だったのは初めて知ったけど、お前そんな声だったっけ。まあいいや、これまでと同じ読み方にしとこう。ああ、今日は一段とすごかったけど、喋る犬にアンドロイドか。誰よりあの女は俺が来なくてよかったのか。ふむ、あのみそ屋さんですね。極度の緊張状態、さらには焦りや恐怖も感じられておりました。わ、ここに来てアンドロイドが読み取れるような情報を言ってくるやん、お前。アンドロイドアピールしてくるやん、アンドロイドとバレた瞬間、お前。あ、追いかけなきゃ。めさえちゃん、簡潔に申し上げれば、ナーシさんについてどう思われているか、率直がお聞きご意見を
聞きたいのです。それで好きですわ、あの人は好きですのみたいな感じのこと言われたらメサネちゃんが嫉妬するタイプのやつかいこれ。うん、クレイジー。ミユイちゃんおった、あれ、あの女の人は。ノミヤとヒバリさんは、いや、優しい人だなって思いますけど。おっと、夏木くん、君に関してはツンデレ的なところがあるらしいな。別にあいつの子好きじゃないからな、みたいな感じの思い、感じで。夏木さんは不気味、気持ち悪い。理由を、気持ち悪いんだよ。いいやつすぎてた。ああ、それは それはいいやつすぎて気持ち悪い。それは皇帝の言葉と受け取っていいな。大抵人は見返りを求める。その時の俺を期待したりとか、人にいいことをした自分に満足を覚えたりだとか、あいつからは全くそういうものを感じない。いい意味で気持ち悪いんだよ。ほら、他にあるとすれば何も考えていないのか、他人に興味がないのか、ただあいつは自分で考えて他人に興味を持ち尽くしている。それが異常に感じるんだ。異常に置いてあげることを理解し、定義的なことところをついて異常に優しくしてくる。まるで人の役に立つようにとだけ組まれたプログラムみたいだろ。呼ばれてる通りなしだ。自我を持つ同じ人間だとは思えない。なるほど、そこまでおっしゃいますか。お前が全部言えって言ったんだろ。逆にさ、そこまで考えてくれとったんじゃ、夏木くんも。七宿のことを。いえ、大変参考になるご意見です。ありがとうございます。ちょっと待って。なにその、何かを作った人のさ、アンケートみたいな感じ。七、メサイちゃんは実は、え、七宿くんがアンドロイドでメサイちゃんが作ったよ、みたいな感じでさ。では、あの人の性格はどうでしたかみたいな感じ。だとしたら、なんか、つじつまが合うやんけ。ちょっと待って、アイラさんだけじゃなくて、ナラシックも実はアンドロイドでしたみたいな、そういう説があるぞ、お前、お前。おい、言っておくが、お前も謎なところが多いからな。さっきの行動を含め、俺はあまり信用してねえぞ。じゃあな。あ、シャーク、もう、これは帰ったらお尻ペンペンですの。ソーリー、ミサヤさん。シャーク、あんな態度ますけど、いろいろ考えてくれてるのです。ええ、私のことなら大丈夫ですよ。帰り道、お気をつけて。メサイさんも気をつけてくださいね。え、ありがとうございます。ハリア君、お尻ペンペンされるときは、ナラシ君も呼ぶんだぞ。あまり時間はないですね。あ、メサイちゃん、いたー。ナラシさん、そちらは大丈夫だったのですか。うん、大丈夫だったよ。アイダカ君とも友達になれたし。あ、アイラさんたちとなるの忘れちゃった。そうですか。もう日も暮れましたし、帰りましょう。え、どうかされましたか。いやー、なんでもない。帰ろ。みさえちゃん、何考えてるんだろうな。あ、なんか、ドキドキして不安になってる。これが恋かな。とりあえず、家に帰ろう。巣に戻るな、お前。突然巣に戻るな。